死なないで死なないで死なないで。皆さん、こんにちは、こんばんは。ゆきとゆうとです。今日は U2 の食卓第2弾。って言っても、普通の晩ご飯第2弾なんですけど、今日はポポラマーマの手作りパスタ、手作り生パスタですね。食べましょう。本当は GoTo Eat したかったんだけどね、ちょっとなんかあれだったね。なんかちょっと難しくてよくわかんなかった。でも GoTo Eat だよ。まあね、行って買ってきたからね。で、食べるからね。GoTo Eat です。 GoTo Eat ですね。では早速、行ってみよう。ぼちぼち沸騰してきましたか？沸騰してきましたね。来ましたね。見てこれ、生パスタ取扱説明書で、調理説明書じゃなくて取扱い説明書、取説ですね。やばい、生パスタの取説。これかでは早速茹でていきます。はい、茹でていく時のコツが、パラパラにして、よくほぐしてから茹でてください。はい、じゃあ溶かす。豪快。僕は木村拓哉になった気分。どういうこと？グランメゾン言うと。あ、そういうことね。いくよ。OK。ほう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 。よいしょ。もともとだとね、3分って書いてあったもんね。でもこの後フライパンの方で炒めたりする工程があるので、ちょっと短めに2分半。見極めが大切だから、音が。でもなんかさ、ここのポポラのさパスタってめちゃくちゃうまいよね。美味しい。いつ食べても美味しいよね。もちもちしてる。で、なんか他にもなんか普通の持ち帰りメニューいっぱいあったんだけど、サイドメニューも頼むんだよ、またね。まあでも今日はそのもう出来合いのパスタの方じゃなくて、生パスタのやつをね買ってきました。生パスタだらな。職人。職人言うと、僕あれがやりたい。あ、分かった。ゆうと先生、一本がなかなか取れない。熱いよ絶対。でも僕手は大丈夫だから。うん、いいぞ。いいぞ。オッケー、ちょっと止めまーすか。ジャンプと。では急ぎ、早く今だ。はい、ということで作り終わりました。できた。ドゥン、ボロネーゼ。こっちがトマトソース。うん、2種類買ってきました。さあ、そして喉が乾いたな。モンテリアルージュ。これね、先月いただいたやつね。そうだね。うん、お次します。いいですか、お待たせちゃった。ティッ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 ティ。あ、いいね。もうこっからでも香りがする。ちょっと、あとちょっとだから。ごめん、半分いっちゃうけど。ではチェーンス。チェーンス。うん、美味しい。なんかフルーティーっていうよりかは深みのある方だね。うん、うん、美味しい。皮の味がしっかりしてるね。うん、
て。いただきます。いただきます。いいね、ワイン飲みながらパスタ、贅沢。うまっ。ポポラママだね。ね、やっぱ生だと違うんだろうね、きっと。うん、いつものスパゲッティ茹でて食べてるのとは違うね、やっぱり。うん、もちもちしてる。おいしい。でもなんかさ、ポポラママってさ、うん、昔千葉に住んでた時からちょいちょい行ってた気がする。僕高校生の時超ヘビーユーザーだった。週3では行ってたね、絶対。やば。高校生で何ご飯に使う？夜ご飯。うん。家族でってこと？友達。へえー。あ、そうなんだ。そう。で、ドリンクバーもあるし。うんうん。ポポラマーマすごい落ち着いてるもんね。近くにさ、あの、サイゼもあったのよ。うんうんうん。で、ガストもあったのよ。うん。で、ココスもあったから、何でもあったんだけど、やっぱりポポラマーマが一番ね、少なかったね、人。落ち着く。高校3年生の時かな、うん、普通の市販のパスタあるじゃん、うんうん、乾麺のパスタ、うん、あれでどれだけアルデンテを作るか作れるかっていうのをやってて、やっぱなんかパスタはアルデンテ美味しいよね。ちょっと汁が残ってる具合がね、うん、だからそれをどうやったら出せるかなっていうので、なんかね、テレビで見たんだよね。最初の1分だけ沸騰で茹でて、うんうん、で、あとのなんかさ7分とか決まってるじゃん、パスタにやって、うんうん、その時間をずっと火止めたまま置いとく。うーん、そう、めちゃめちゃそれアルデンテできちゃって、マイナス30秒ぐらいすればね、ほんとちょうどいい感じなんだ、うん、なんかあれもさ、一時期さテレビで流行ったんだよね、水パスタ。なんか水にパスタを入れます、うんうん、一晩寝かせるの。うーん、そうするともうね、すんごい色が抜けたね、すっごい薄いベージュみたいな、もう色抜けちゃったよって感じになるんだけど、うん、それを食べるときにお湯にサッて入れると色がね、サーって変わっていくの。で、短い本当にお湯にくぐらせる程度の茹で時間でもうしっかりと茹で上がるっていう。だからなんかよくやってたかもしれない、それ。口に入っちゃった。あ、ね、待って、僕まで口に入っちゃった。美味しくね、さっぱりしていいよね。美味しい。トマトソース、ほんとだね、ちょっとね、全然違うな味がこれ。ほんとに、チュールチュール。うん。ほら、味違くない？うん。うん。ねえ。全然違う。なんか深み系。へえ、美味しいね。ちょっとさっぱり系、本当にさっぱりしてる。うん。違うもんだね。昔はよく五右衛門パスタとか言ってた。あ、ね、五右衛門パスタね。うん。なんかね、千葉にもちょいちょい多かったし、あとほら、東京宝塚劇場の近くにも五右衛門パスタがあるから、はいはいはい、でママたち好きだもんね、五右衛門パスタ。鎌倉パスタ好きで、鎌倉パスタなんて住みたっけ。てか、ユキの言ったこと聞いまさかまさかの息子の方が食べられる。そうだよ、ゴホゴホ言ってる時に後ろに反り返ったらダメだよ、前に前に行かない。でも五右衛門パスタだった気も話し続けるの。美味しかったね。美味しかったね。
YouTube の食卓第2弾。また本日もただただひたすら食べているだけの動画。そしてポポラママ愛が強い僕の語りの回になってしまった。本日もごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ということで今回はポポラママを作って食べるというゆずの食卓また覗いていただきました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあまた。バイバーイ。